皆様こんにちは、北原理恵です。いやー、北理恵カレーも現在順調に発売中ですかね。今どうなんだろう。じゃあこの動画が出る頃には北理恵カレーが無事皆様の元に行く準備をしているくらいだと思うんですけれども、まあ北理恵カレー、カレーといえばやっぱりこちらのお店でございますよね。じゃーん、ココイチ。しかも聞いてください、ココイチ発祥の地はなんと私の地元と一緒、愛知県一宮市なんです。しかも聞いてください、ココイチを作ったのは私の親友のおじいちゃんの友達なんです。でもね、この前地元一宮から生放送するっていう番組に出て、おぎやはぎさん の東海地方でしかちょっと放送してないんですけど、おぎやはぎテラスさんっていうのがっていう番組があるんですけど、それで一宮からの生中継で私ゲストで行かさせてもらって、でその時にココイチ特集とかもやって、でココイチの創業者の方が出てたんですよ、 VTR で。だから私会ってないから本当に私の親友のおじいちゃんの友達なのかっていうのはちょっと確認できてないんですけど、でも年齢的にちょっと本当にありそう、本当っぽいんだよな。そうだからね、このココイチのねアンケートあるじゃないですか、店に。これのね、このここめっちゃうち地元の中学の近くなんです。中学、マジ中学校の近く、住所が。さあ、というわけで、やっぱカレーの王様はココイチじゃないですか。やっぱ北理恵カレーもさ、目指すところはココイチじゃないですか。海賊王になるぐらい。ルフィと同じくらいの夢を抱いている、ほぼルフィ。さ、なんで今日はココイチ嬉しい、食べたかった。そう、なんかその番組でココイチやってから何度もココイチ行こうと思ったんだけど、なかなかちょっとタイミングがなくて、なんでココイチ熱熱い状態なんですよ今まだ。いつも頼むようはあるんですか。ある。なんでじゃあ久しぶりにスタンダードで。ちなみにもう私がいつも頼むのはナス、ほうれん草、チーズで、まあ、ソーセージとかクリームコロッケですを、なんか組み合わせローテーションしてる感じ。どうしようかな今日は。ね、今日どうしよう。スクランブルエッグもたまに行くかな。うわー迷うね。で、なんか前回一蘭行った時に、一蘭も結構このココイチスタイルでトッピング系じゃないですか。なんか同じトッピングしてくれた人とかいて嬉しかったから、うん、今日も北理恵ココイチトッピングをぜひやってほしい。まずライスの量は 200g で、調子すぎる。辛さはどうしようかな、1辛か2辛か迷ってる。え、バズさん何辛行くの。いつもすごい行きそうだね。5の時が多いかな。結構辛い。どうですか。辛い。結構、まあ、そんなに無理なく食べれる。3までしか行ったことないよ。ちょっとね、10とか行くと辛いなってなって。わかる、美味しさより辛いが勝っちゃうよね。じゃあポークカレーで 200g で2辛で、あ、どうしよう、1辛にしとくか。いや、2辛で今日はナスはもうマストなんで、ナスとチーズと、くー、でもナスとチーズとほうれん草にしよう。ソーセージ2本いってもいいけどな。いや、やめとこ。流星の絆見ちゃったかな。なんで？なんで今？今のネットフリックス。あるよね。めっちゃ好きだった。ちなみに流星の絆。ガチで青春。うん、あれいつ？私たちが何歳の時だろう。2000。でももう AKB だった気がする。あ、じゃあ入っ
あれマジで最後悲しいよね、うん、悲しい。うち未だにあの時のニノの顔を思い浮かべられるよ2008年。ああ、そうだ、東野圭吾さんだね。本も買いましたもんだって。本も読んだ、小説も読んだ、あれから好きすぎて。いいよね、やっぱ金曜10時 TBS 素晴らしい。本当に裏切らない。金曜10時 TBS で一番好きな歴代最愛でしょ。あ、そう行く前から分かった。はい、和田さんは最愛。私は、花壇もじゃない、金曜10時じゃない。あ、金曜10時か。ほら、花壇です。早く夏終わんないかな。もう着る服がないんですよ私。昨日涼しかった。うん、人間、今日は人間 T シャツでも。もういよいよこのサロペットもね、お腹が出すぎて閉まらなくなってきたから、もう本当に着る服が、そうなんですよ、もう着る服がなくなってきてしまって困ってます。そう、そうなのよ、困りますな。待って、でもそうだ、最近だったら絶対アンナチュラルです。久しぶりにあんなにドラマにハマったかも。結構やっぱそんな見なく、年々見なくなっていくけど、アンナチュラルめっちゃハマった。アンナチュラル見たことない。え、絶対好きだよ見なよ。めっちゃ流れてきません X に、うん、流れてる。最近もう岡田将生さんの顔面ばっか流れてくるんだけど X。 岡田将生はイケパラの時の、はあ、わかるわベスト、ベスト岡田将生トークみんなのベスト岡田。え、でもあれじゃない、ハルフウェイ、あ、重力ピエロじゃない。あ、 いや、どうかな。まあまあまあ、ベストっていうか常にベストなんですけど、全然今もベストなんですけど。私明日チーズのアスナありがとうございます。ありがとうございました。見て、あ、いいね。わ、待って、コロッケ足してるわコロッケ足してるやついるぞ。チキンと抜き野菜カレーとカニクリームコロッケ、やばい、やってるわ今日。確かにあの、いつもなんですけど楽しそう。バズさんの方がトッピングを楽しんでる、一覧の時もだけど。単価も高い。うん、和田さんの方がお金かかってる。いただきます。あ、いる、福神漬けさん。ラッキョウいりますか。あ、1個欲しいです、ありがとうございます。いいね、でもカニクリームコロッケ最高だよね。やっぱね、私も大体カニクリームコロッケは追加します。今日は体のことを考えてやめましたが、今健康強化週間なんで。じゃあいただきます。やばい、美味しそう。カレー食べたかった。え、これでも朗報なんですけど、なんとカレーは早い。あ、食べるの、食べるの、まあまあ他に比べたら。いただきます。ありがとうございます。うん、うまうまうま、やばい、私のインサイドヘッドがめっちゃカッカー1って、もうここ1コールが起きてカッカー1カッカー1。やっぱウーバーで食べても美味しいけど。え、全然違いますね、店って。わかる、ウーバーとは違う、やっぱりウーバーの容器はさ、なんかはここ1やなって感じでさ、すごいいいんだけど、やっぱ違うね。うん、うん、しかも今日めっちゃチーズ溶けてるね。え、辛い食べたい。辛そう。でもニカラでも結構辛いんだけど、私ちゃんと。でもなんか北極とかに比べたら全然辛くない。うん、うわ、辛っ、うまっ。
やっぱ辛い方がうまいな。え、確かにこれはちょっとやっぱお店のココイチ最高だね、うん、ありがとうございます、うん、辛っ。また後からめっちゃ辛い。5は無理かも私。うまい。鼻水出てきた。いいね。いやちょっとやっぱココイチはさ、ちょっと 海賊多すぎるかも。すごい。そうでも歴史見たんですよ、その番組出た時に。ココイチのすごい、なんていうんだろう、全然最近で、まあ、それこそ創始者の方が生きてるくらいだから、すごい勢いでこうなっていったっていうイメージ感じだった。そう、しかも喫茶店なんですよ。喫茶店スタートで。なんかすごい面白かったココイチの歴史。あ、美味しい。辛い。バズさんの辛さまだ引いてる。うん。今私の大好きなあれですよね。僕たちのなんだっけ。待って、どうしようどうしようどうしよう。僕たちの別荘っていう YouTube やってる4人がいて、その令和のその人たちなんですけど、やばいやばい、誰か話しかけていい？ファンなんですって、めっちゃ見てるんです TikTok で。ただのちょっと鼻水出てきちゃった興奮で。こんなところでやっぱ北米チャンネルすごくない？持ってるよね。あ、さすがに初めてかも。こっち側がなんか芸能人さんに遭遇するのは初めて。ちょっと後で話しかけよう。あ、でもプライベートか。とりあえず冷静にカレーを食べるね。確かに早いですよって言ったけど、もう3かなり。バズさんは食べ終わっている。私は今ちょうど半分くらい。半分もちょっと持ってるね。いやいやいや、半分いってるよ。ナスだって2本しかないもん。あと4本食べたもん。よ、めっちゃチーズ入っててめっちゃ嬉しい。ハーフにしなくてよかった。幸せ、うん。そういえば今私は妊娠中期に差し掛かってるんですけど、多分中期なんですけど、ボリボリなんかつわりが軽復活して、まあ、こんなカレー食べてるんで説得力ないと思うんですけど、まあだから元気なんですけど、めっちゃでも食べた後ね、なんかまた気持ち悪くなるのが復活した。まあでもめっちゃ元気です。めっちゃ食べてるんで。もう自分の元の体型とかを忘れた。自分がどんなお腹だったのか忘れちゃった。戻るかな、戻せるかな。半年くらいお腹全然なくならないって言いますよね。うん、なくならないらしいよ。不思議。うん、でも世のママたちはみんなそれやってるんだ。本当だよ。本当にすごい。本当に尊敬が止まらない、うん。もしかしてカレーも遅い？もしかして今何分ビハインドぐらいかな。10分ビハインドぐらい。ビハインドって何？私より遅れてる。あ、うん、10分くらい遅れてると思う。やっぱ 夏野菜めっちゃ好きなんですけど、ナスとか、うん、ピーマンとか。ズッキーニ、あ、大好き。
ズッキーニって生でも食べれるって知ってました？知ってる。なんと今日の夜ご飯、ズッキーニのカルパッチュ予定でした。あ、美味しそう。今めっちゃ自炊してるんで、しかもバランスよく、なんかやっぱ痩せなくていいっていう、妊娠してなんかそのダイエットしなくていいというハッピー感から結構めっちゃ食べてたんで、さすがにそろそろちゃんとバランスを考えた方がいいなっていう風になって、今めっちゃ自炊してるんですけど、その料理で思い出したんですけど、本当にこれ大人になるとキューピー3分クッキングが好きすぎる大好き、毎日見てる。しかもキューピー3分クッキングの前は11時15分から NHK でみんなの料理ってのを見るんですよ。ゴリシュで、みんなの料理を見て、土井先生の美味しそうなレシピを見て、なんならその前に曜日によってはノンストップで、あの賛否両論の笠原シェフの料理のコーナーで料理見てマジで料理番組めっちゃ好きになるんですけど、主婦になると、ね、大人になると。料理が好きなの？料理好き。それもあるのかな、みんながみんなそうじゃないのかな。30代になるとみんな好きになるって思ってたけど、そうじゃないのかな。昔料理の番組変えちゃう、興味がないから。もっと、もう今毎日録画したいくらい好きなんだけど、キューピー3分クッキング。もう一皿出てきても美味しいって言いながら食べれると思う、この速度で。うん、でもさ、甲子園も終わっちゃったしさ、うん、もう月見のシーズンになったしさ、いろんな各チェーン店がマジで秋だね。でもさ、やっぱ秋が一番好きかもって思った。秋、うん、そう、食べ物美味しいし、洋服可愛いし、過ごしやすいし、花粉もまあ人によっては秋花粉の人もいるけど、まあ春ほどはないし、一番良くない？なのに超短いよね、最近の秋。だってもう春秋、まあ、特に秋っぽい色味のコートとか、もう3年くらい同じの着てるっていうか、買い足しても着ないってことが分かってるから、なんか買えない、もったいなくて。なんか3年前のとかだけどめっちゃ綺麗ですもん。なんていうか、秋物のジャケットとか着てないから。でもジャケット可愛いんだよな。うん、一番可愛いの、うん、ごちそうさまでした。美味しかったです。あ、え、待って、今気づいたんだけどさ、このこっち側だけ外してるんですけども、苦しいから、それがずっとここにいたんだけど、あえてそうやってんのかな全然どこにあるのかはず、ダサ、なんかダブル紐。もうこの人間の主張強いし、なんかそういう、もうこういうデザインなのかなはず、違います、これはおしゃれじゃないです。はい、というわけでごちそうさまでした。え、どうする、話しかけるか。帰り際にちょろっと、そうだね、帰り際に、いつも見てます、いつも見てます、で、よ、言えるかな、緊張する。あ、そう、じゃあ応援してください、言えるように、皆さん応援してください。じゃあ、というわけでごちそうさまでした。ココイチ最高でした。というわけで皆様、キタリエカレーもココイチのカレーもよろしくお願いしますバイバーイ。はい、今ちょっと緊急で動画を回しております。いや、聞いてください、あの後結局めっちゃ悩んだじゃないですか、話しかけるかどうか。勇気を持ってファンです、話しかけました。あ、すいませんみたいな。あ、元 AKB の北原理恵と申しますが
しますが、みたいな、いつも見てます。TikTok で見てて、みたいな。っていうのをお伝えさせていただいて、まだちょっと気づいたとき大興奮しちゃったんですけど、動画いいですかねって言って許可ももらったので、芸能人に遭遇した時のリアクション本当の芸能人に遭遇した時人はこうなるんだっていう本当のガチリアクションをこの動画でお届けすることができてよかったです。これからも応援しています。いつもありがとうございます。というわけで以上も北原さんの大興奮ココイチでした。